こんにちは、こんばんは。にちゃん研究室です。今回のお話はと、一気に起こった体の異変から嫁のすべてが露呈した話です。数年前の2月頃から夕食後に睡魔に襲われて、うっかり寝てしまうことが増えた俺とおじさん11歳。最初はこたつで弟なんていう可愛げのあるものだったけど、だんだんと寝る時間が増えてしまって2、3時間ぐらい平気で寝てしまっていた。よほど疲れているのかなと思ったけど、にしても週1から2回は多すぎるので、医者に行ってみてもらうと嫁当時28歳に言ったら、気にしすぎよと言われたから、まあそんなもんかと思いながら過ごしていた。そんな生活が続いた1年半続いた3年前の夏に嫁の飯が恐ろしくまずく感じた。苦味とも渋味とも違う変な味がして、今日の飯まずくねえかって聞いたら、いつもと同じだけど、と言われたから、どこか悪いんじゃないかと医者に行こうと決意。その直後に強烈な睡魔に襲われて、ベッドに入って寝ようとしたら、嫁から、寝る前に風呂入ってよねと言われたけど、とてもそれどころじゃなかった。この時、夜の8時ぐらいだから、いつも通りなら11時には起きるだろうと思ったんだけど、目が覚めたら外が明るい、というか眩しいので時計を見たら翌日の昼の11時。これはおかしくないわけがないなと思って、これこれこうだから医者行ってくるわと言ったら、気にしすぎよと言われたけど、それを決定医者に言ったら、体内から大量の睡眠薬が検出されたと言われ、風呂にでも入っていれば実中ハック溺死していたらしい。心当たりはと聞かれたから、そういえば嫁の飯が、と言ったら医者の顔が急激に曇って、費用の問題がなんとかなるならあなたのためにも入院した方がいいと言われた。なんとなくそういうことなんだなと察した。医者から、入院じゃなくても実家とか信頼できる場所にいなさいと言われたから、家に帰って当面の生活に必要なもの意識を取りに行った時に、お前まさか料理に睡眠薬なんか混ぜてないよな？と聞いたら意外にもあっさり。バレちゃった？怒りとかの前になんでそうしたのかという疑問が湧いたので聞いたら、なかなか口を割らなかったけども、30分ぐらい問いただしたら、浮気相手と一緒になるにはあなたが邪魔だった。運転なんかしたら事故を起こす確信があったから、予定を変えて電車で実家に戻って、両親当時父64歳、母63歳と同居している弟夫婦当時29歳に事情を説明したらみんな全呆然。ただ、弟嫁はたまにまとめサイトを見ているらしく、弁護士ハサミなとアドバイスをくれた。弁護士探しも、コーテラスとか弟嫁が知らせてくれたおかげで結構楽に進んだけど、弁護士は不倫の件をうやむやにしてもお釣りが来るぐらいの証拠が揃っていると。そうは言っても納得はできないし、両親、弟夫婦ともに徹底的にやれと言うし、なぜか弟嫁の実家まで、なんならうちも資金を出すぞというような騒ぎに。その間に嫁は嫁実家に帰っていて、義両親当時50代後半60代前半だったはずにあることないこと増えていたよう。職場では上司も休みはいくらでも取れと言ってくれたが、それ以上に社長が、蹴りがつくまで休んでろ。代わりに年内に蹴りをつけてこいよ。と言ってくれた。そして今でも忘れない9月中旬の某日、嫁との直接対決として、本来は実家での予定だったが、あまりにアウェーすぎる。と嫁が主張するので、やむを得ず、実家から鈍行で20分。嫁実家から特急で20分の当時住んでいたアパートで話し合うことになった。俺と嫁に弁護士のミヒトで話す予定だったが、弟嫁が何をしでかすかわからないからというので、小中高と剣道をしていた弟が修学旅行で買った木刀を持ってきて参加した。結果的にこの弟嫁の判断が当たった。リビングに入ると、にんまり笑いながら包丁を持った嫁が立っていて、俺と弁護士は後ずさり。というか情けないことに俺が立ちすくんで、弁護士が引っ張ってくれた。そして弟が木刀を構えて、110番か浮気相手のことを白状するか選べみたいなことを言ったらしい記憶がない。嫁が後者を選んだので包丁は弁護士が預かって、真男とおじ34歳の情報をゲット。驚くことに真男も既婚者。3連休の谷間の日、嫁によれば真男は家にいるそうなので、弁護士さんの判断もあって4人で突撃することにした。インターホンを鳴らすと女の人の声がしたので、おそらく奥さんだろうということで、真男さんの奥様でしょうか？と聞くと、そうですが、弁護士が、実は真男さんがうんたらすんたらということで話し合いに伺ったのですが、というと向こう側は、驚きと絶句が混ざったみたいな声が聞こえてきた。5分後ぐらいに玄関が開いたので入ると、結構美人な真嫁当時30歳のお腹が膨らんでいて、聞くと7ヶ月。正直、嫁より真男に対しての怒りの方が強かった。その後、不倫の事実確認や、お礼の殺人未遂になるらしいの事実確認が済んで、弁護士が連絡先を同行聞き出し終わって、いざ帰ろうという寸前に弟が、なあ真男さん、嫁さんと真嫁さん、どっちが大事なの？と聞いたら、愛は嫁、情は真嫁といったもんだから、真嫁さんが号泣。真男は、こっちはなんとか生えた分競馬があんだ。
邪魔すんなと2階に上がっていってしまい、手のつけようがないぐらいの間嫁に、弁護士がすっと名刺を差し出して、落ち着いたらぜひこちらの事務所に連絡をください。仕事のためではなくあなたを見ていたら人としていても立ってもいられなくなりました。俺さんやの嫁さんのような方を救うことが弁護士として最大の仕事です。みたいなことを言った。その後ふと夕焼けが綺麗だなぁと思いながら嫁の実家に到着して、一から事実を説明。最初は鬼のような形相をしていた義両親だったが、最後には平謝り。消し忘れていたテレビと合わせて、申し訳ありません。申し訳ありません。ごめんです。ときっちりとした感覚で続いたもんだから笑ってしまって、今でもサザエさんでタラちゃんが謝っていると笑ってしまう。テレビを消して続けた話し合いの末、離婚への支援と、慰謝料のバックアップを約束してもらい、ようやく英字へつけた。嫁はその間に、本当はあなただけが好きなの、構ってほしくて。とまさにテンプレートを発していて、岐阜から拳が何発か飛んだので、弁護士と俺がひつた日に止めに入っていたところ、弟が、そんなに俺が大事ならなんで不倫したの?と聞いたら無言になったので、心底がっかりした。そんな人に薬飲ませて包丁出して刺そうとしてる時点で何も言えたもんじゃないよ。と嫁母が泣きながら言っていて嫁も激沈した模様。その後、すんなりと11月上旬に嫁と離婚が成立。慰謝料は日本放送のヘルツ部ぐらいもらった。何やら嫁が義実家に置いていた漫画だとかビデオテープだとかを売ったら700万ぐらいになったらしく、残りは義両親が工面したそう。一応の決着となったのが逆に悪かったのか、不眠症に拒食症、挙句軽度の鬱と診断されて、社長からの言いつけ通りに、年内にケリをつけられたけども、この状況じゃ復帰できないので退職しようと電話を入れると、そんなことなら知り合いのカウンセラーでも紹介するし、その間は名前だけの名誉顧問にでもしておいて給料を入れるようにしてやるぞと言ってもらった。さすがに名誉顧問は恥ずかしいやらなんやらということで、20〇〇年1年間はバツバツか三角三角課長付きを拝命していた。まあ、嫁がストレスからか、早産となって母子ともに危ない状況が続いたのもあって、年が明けて3月にま男とま嫁の離婚が成立。それを受けてま男に計1台分ぐらいの慰謝料を請求。弁護士曰く400万はいけるそうだが、ま嫁の慰謝料とか養育費に使ってほしいと思ったので。その後、ま男と元嫁は再婚したそうだが、ま男は慰謝料養育費ですっからかん。元嫁は金金金なのでまた不倫して、激上したま男が包丁で刺して逮捕、元嫁も入院したとかなんとか。社長が紹介してくれたカウンセラー現在29歳と面談を重ねていくうちに、同じ巨人ファンで同じアーティストが好き、相撲も見るということで趣味が合致して意気投合。だんだんと回復して会社にも無事に復帰できた時に、ただのカウンセラーと患者という関係ではないなというように思ったのでそれを明かしたら、じゃあ付き合っちゃいます?と言われたので渡りに船ということで乗った。交際1年3ヶ月でプロポーズして受けてもらえたので、連休にご実家挨拶に伺ったらなんとそこにはま嫁、姉妹だったようで三者ともびっくり。すべてが衝撃的すぎるこの2年間だけど離婚の時には年内休ませてくれて、働ける状況じゃなくなっても雇い続けてくれて、そして新たな伴侶まで作ってくれた社長さんに、彼女の姉があの時のま嫁だったんですよと報告したら、知ってたよ、と言われたのが衝撃。しかしそれを聞いていた会長が、社長くんの話は話半分どころか話に踏んだよはははというので何が何だかわからない。そしてこのことをお世話になった弁護士に報告しようと電話したらなんと弁護士が着服かなんかで弁護士をクビになっていたことが判明。これも衝撃。この2年で、元嫁に不倫、元嫁に殺されかける、睡眠障害、拒食症、鬱になる。婚約者が元嫁の真男の元嫁の妹、社長がそれを知っていた。困っている人を救うのが仕事と言っていた弁護士が着服しくび、一生分の衝撃的な体験をし終えたはずなので役落としも兼ねて書き込み。いかがでしたでしょうか?一生分の衝撃体験をした一致でしたが無事再婚して明るい未来になってほしいですね。今回浮気したお嫁さんに関しては、おそらくサイコパスではないかと、当研究室では考えております。不要になったから消そうとする。お金がないから浮気する。自分のことしか考えていないんでしょうね。最後に一致のことが好きなの。といった件は、一致に取り繕うためではなく、両親の前だったからなのでは?と考察しました。皆様も、人生で一番長い間一緒にいる人は慎重に選んでくださいね。ここまでご視聴ありがとうございました。ぜひ他の動画もご覧になってくださいね。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。